きのこ雑炊酒雑炊雑炊は日本料理で醤油や味噌などの調味料で味をつけ、他の食品などと共に飯を煮たり、粥のように米から柔らかく炊き上げた料理。おじや粉がきとも呼ばれ、冬の季語。米飯の保温や再加熱が容易でなかった時代には、冷や飯の再利用方法の一つとして味噌汁等を混ぜたりして、家庭でも頻繁に作られていた。 現在では、鍋料理の残り汁を利用した締めや、体調不良時の栄養補給として、常と同じように用いられることが多い。家庭料理として作る場合には、汁物の残りや煮物の汁など、様々なものを利用することがある。一般的には、増水を意味する、尿棒言葉として認識されているが、はっきりした語源は不明である。米を煮る音が、じやじやと聞こえるからという説や、 スペイン語で鍋を意味する語、あらによるという説などもある。おじやと増水は同じ意味で用いられる例が多いが、地域や家庭によっては別種のものとして認識されることもある。ただし、その区別は広く共通のものとは言い難い。以下はその例。沖縄料理のジューシーと沖縄そばのセットメニュー、沖縄料理のジューシーは増水の添加であるとされる。ただし、 生米から炊き上げる通常の炊き込みご飯も水分の多い雑炊もともにジューシーと呼称される。厳密に言えば炊き込みご飯はクファジューシー雑炊はヤファラジューシーと区別される。クファジューシーと本土の炊き込みご飯との大きな違いは炊き込み時にラードを加えることで具材は三枚肉、ひじき、人参。 シイタケ、こんにゃくなどが定番である。ヤハラジューシーには三枚肉などの豚肉や、フーチバー、カンダバー、チンヌク、アーサなどが用いられる。仕上げとして、生卵やマーガリンを落とすことも、一般的である。戦前までは干を主食とした沖縄では、玉の機械に食べる米のご飯は贅沢品であった。現在も、刑事や仏事の節目のご馳走として、 特別なジューシーが作られる。ウィキメディアコモンズには増水に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。